はい、みなさんこんにちは。ファミツアップ編集部の田さん、馬場園です。そしてファミツアップ、これは神田高坂です。ファミツアップ、これはファミ宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は、ちょっと今、声入ってたんですよろしくお願いします。小川さんです。小川さんです。小川さんです。今日はね、X の覚醒4、はいはい、やっていきたいと思うんですけど、はい、まあ、停戦講習とあれね、一寸ですね、はい、で今日は今からやるのは停戦講習ですね。しかもこの動画はなんとね、小川さんがプレイヤープレイヤーのプレイヤーです。テロガル、なかなか珍しい。しかも初見ですよね、これ。初見しちゃいました。ただ情報は聞いてます。はい、初見プレイ、本当に初見ですではないです。はい、なので、はい、エクストラステージの停戦講習 X、はい、やっていこうと思います。お願いします。はい、再生します。はいはい、押したから今もう2秒ぐらい。はい、始まるね。まあ、おばあさんのプレイも見れるっていう貴重なね。うんうん、はいはい、小川さん、大体SS 打つ前に、SS を確認するんですよ。ちゃんとね、この時は SS なんだっけってね。そう、ね、使ったことないやつだね、特にね。うん、大事じゃ、ということで、鉄線講師 X なんですけれども、アビリティじゃない、ギミックがレーザーバリアと地雷ですね。はい、そして、反撃モードです、うん、そして、ボスが魔王キラーを持っています。はい、で金閣は魔人キラーを持っています。つまりオセロ封じ。そうそう、それな、オセロ、絶望、まあ、地雷もまあだいぶ怖いけどさ。さらにだよね。さらにね。で、ここは、基本的に X の覚醒系というか、エクストラステージの X の覚醒は、はい、まあ、一面終わったらもうボスなんですよね。うん、早いよね、ボスが。なんで、まあ、小川さんクラスになってくると、もう本当余裕なんですけど、余裕ですね。安定して、クリアを狙いたい方は、この辺のね、SS を貯めていくといいと思います。ちょっとステージのことよく分かってなかったんですけど、溜め気味の行動はしてます。あ、本当ですね。あ、本当だ。あ、何回かこう一応次来るからなって分かってる。さすが大川さん、グラってる感じは。これが、反撃モード、はい、反撃モードがね、こいつはなんかぐるぐる拡散、うん、ぐる拡、うん、で、なんか地雷ロボがなんか貫通フォーミングだし。あ、なるほど、これね、バステともよくやるやつね。そう、そんな感じかな。うん、バステともよくやるか、うん、バステともやるかやるね。中ボスからやってくる。痛かったイメージがあって、でボスは、貫通さんだね。はい、貫通するやつ。あ、来た、これがね、貼るやつね。あ、溜めてますね。結構溜めてますね。うん、横感うまい、うまい、うまい、うまい。これひたすらさ、ロビン強くない、やっぱどこも。まあ、そうですね、X の覚醒は、こっちが、は地雷レーザーバリアです。はい、地雷レーザーバリア。もう一個の一寸法師 X は、重力地雷ですね。はい、なので、まあ、地雷対応してれば OK。で、まあ、重力もついてればなお良しと。そう、アシュラが輝きますよ。アシュレイ。アシュレイじゃん。アシュ。アシュ。アシュ。そう、これ抜けるんですね。でね、これキラーね、大巨小鏡。そうですね、大巨小鏡は、獣キラー L。はい、ちとで、マインスイーパーをさらに持っていくと、ということで、ここは金閣と、ボスの HP が実は共有しておりまして、はい、いますね、金閣、はい、まあ、弱点金閣ないんですけど、なんかこう SS でね、重複メテオ、あ、大巨状況がメテオ持ってますね。しかも16ターンって言って、はい、素晴らしいですね。素晴らしい。その破格の威力がね、ペケペケペケマン、ペケペケペケマンですか、ペケ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 ですか、でしょう。あ、もうやってないから。わ、すごいすごい。今共有してるのいいって届きましたね。だいぶ沈んでる。優勝も多分刺さるんじゃないかな。貫通拡散が強いですね。普通にもなんか貫通方面が飛んできましたね。地雷ロボから。正直ね、反撃モードはできるだけやっぱ攻撃しない方がいいんですけれども、正直難しくないですか。むずい。特にやっぱこういうパーティーだと、アグラムト X もね、ロビンフッドも、大巨小鏡も、うん、アシュラも、アシュラもね、たくさんもういっぱい、もういろんなところに飛んでいくから、うん、なんかこれに当てるなっていうよりも、うんうん、普通に、まあ多少食らってでも、ですかね、うん、早く多少した方がいいのかもしれない。ただ、そう思います。ピンチの時は、本当攻撃しないよ。うん、本当 HP が弱いと。これ何狙いだったの？わかんない。でもさ、やっぱ拡散弾すごくない？そうですね。あ、拡散弾ぐらいかな。うん、拡散弾すごいけど、正直、はい、謎の行動をちょいちょい取っちゃう。その方がいいです。これは鉄線講習が強いだろうっていう。
食っちゃうんですよ。あれね、大凶小器。大凶小器やばい、これ。大凶小器じゃない。こうしてない。こいつは大凶小器。そうそうそう。大凶小器やばいね、これ。やばい、これ一体いるだけもう。ホーミングじゃないよ、あの、この、たくさんね、貫通たくさん。うん、やばいね。うん。僕持ってないんですよ、テッセンさん。テッセンさんね。大凶小器。大凶小器ね。まあ、どっちも可愛いからね。そうそう、大凶。え、てか、早くないこれ。早い、早い。セス食べてなかったらさ、ここまでなんか、何ターンよって感じだよね。だってボスに対して攻撃してない感あるのに、そうそう、あんながっつりけど、この大凶小凶に当たってるだけで押し寄りをするわけね。獣平エール恐るべしっすね。恐るべし、恐るべし。で、これもう最終、最終です。最終ですね。早いっすね。でもこれあっという間すぎてやばいね。やばい。しかも16ターンで黙るから、もう絶対ここ向けだと思う。ちなみに9ターンの攻撃も、あの拡散弾、うん、ああ、あのそこまで焦るでもやっぱ7回目ね。さあ来た、これ確かに16ターンエースです。赤くにして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 再生数落ちます。で、まあ取って、で、これも、ま、メテオを打つ場合は金閣を巻き込みましょう。そう、キラーが取るから金閣。さあ靴を取り、結構食らうね、はい、反撃ね。ドン、いや、あー強いよ。8万円勝ち格、勝ち格勝ち格、これ勝ち格ですね。で、あとはラグナですね、まあ、バスケして、バスケね、リフティングですね。飛翔千円山。そう、俺この SS の名前知らなかった覚えたね、飛翔千円山。そうそうそう、俺持ってないからさ、アルナックス。終わった、終わった。あ、流れるようなプレイでしたね。流れるような彼のドリブル本人初めてやってる、リフティングということで、鉄線講習 X ですね、はい。大凶小凶強いっすね。強いっすね、だいぶ、うん、アビリティが1個てか、あの、うん、マインしかないから、うん、マイン L ですよ、いいね、マイン L、 マイン獣 L、 マインスイーパー獣 L っすでしたっけ、うん、あれどっちもだったっけ、うん、僕持ってないんで分かんないです。お、あれでも普通マイン L だった気がするな。私すぐ見れます。マイン L だった気がするんだけど、あ、マイン L 獣 L ですよね。わ、強いわ、強い強い。やっぱマイン、どっちも L か。 LL 強いですね。さあ、おすすめですね、はい、とりあえず大凶小凶。まあ、魔王キラーと魔神キラーがね、あるので、そこだけ気をつけてください。注意、はい。どういうモンスターがいい感じ。まあ、大凶小凶がまあ一番いいんですけど、うん、まあ、最近のキャラだとレーザー以外の、例えばドラえもんとか、うん、ああ、ドラえもんはいいですね。ドラえもんはね、あの一寸帽子でもむちゃくちゃ強いんで、うん、ぜひ連れていきたいですね。あと、まあ、のび太でもいいし、うん、飛行ついてれば何でもいいんで、そうですね、うん、あと、ニラ行かないと良さそうですね。そうですね、ニラは、あと、ヨミ、ヨミ。ヨミか、ヨミ、ヨミも獣キラーだ。うん。がやばかったですね、超絶キャラだと。うん、で、クシは、クシもめっちゃそこでは強いんですけど、うん、一寸帽子の時にキラーを食らってしまうので、うん、味マンドレイクがアジンキラーだ、そうですね。まあ、そうはね。バターは、こは魔族、魔族なんで、うん、危ない。危ないね。まあ、魔族キラーには対応できるんだけど、そうですね。まあ、それは椅子もしかこれ、うん、はい。まあ、他がガチャゲンで固められるんだったら、クイバタは1体いても大丈夫だと思います。はい、よいしょ。はい、ということでいかがだったでしょうか。よいしょ。決戦講習X、 ぜひ皆さんも挑戦してみてください。うん、はい、ということで、じゃあいつものようにその辺に PC からご覧の方は登録のボタンが出てると思いますので、気になった方は登録してみてください。よし。で、スマートフォンからご覧の方は下の方に登録のボタンとか URL とかいっぱいあると思いますので、また登録してみてください。そしてファミツアップにこのアプリが正式スタートしておりますので、そちらもぜひね、会員登録、よろしくお願いします。お願いします。入会ね、そうすると、会員限定の、生放送などなど見れるので、ぜひよろしくお願いします。よし。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。またね。